正解ですね。だいぶスピード速めた。はい。おお、残念、シュート。あの、壊れそうだったら持ち上げてね。ここで壊すとあれなので。やっぱりキック力弱いね。仕方ないけど。方向が全然違う。自己位置と帰ってきてない？ない。いや、ゲームコントローラーじゃなくても帰ってくるはずだけど、やっぱり通信周りに問題あるよ、まだ。まずはセンター周辺に戻れるかどうかだよね。自己意識全然飛んでるからダメなのかな。探索してダメだったらセンターに戻るんだよね、はい、もったいないね。一緒に何か見えたかな。これ昔から言ってるけど、むちゃくちゃもったいないよな。この時間前出られれば。もったいないな。これもしかして情報共有かなんかで待ってる？いや、多分行きたいと思う。間違いない。自己位置がまだ入ってる。これは最後にふさわしいとは言えないね。例のパラメーター変えてないから。変えてないんですか？変えてないよ、まだ。まだプルリクエスト。新しいカメラの方で自分たちが出るっていうのは初めて。ああ。
あー、もったい。加熱かな。ダメだ。あ、ピックアップした方がいい。左足になんか力が入ってなさそう。熱くなってるかも。大丈夫。つながないと何をしてるか分かんないね。今さながらやっぱり前進するのは必須だね。なんか左足が、こっちも左足が、一応温度を見て、熱くなってないか。熱くない。じゃあ。初期位置かもしくはジャイロかな。ジャイロでオセットでぐるぐる回ってるっていうのはある。これ外からリモートで入ったら何が起きてるかさっぱりわからないんで、見ててもあんまり得るものがない。無線で入れるから無線で入って中身で事故についての様子とか見てあげたら。何か見えたのかな。今の動きはなんかホームポジションに戻っていく動きだな。え？ああいいよ。じゃあキックオフからやってみましょうか。みんなこれにしようよ。横のスピードが遅いねこれ。またなんか回転してるな。いい感じ。よかったよかった。
素晴らしい浮き上がり。でも向きは大丈夫なんだろうか。うわー、もったいない。